こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日は10月になりました。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。おかわりまであと15日は、やば、あと何ん、ガチャ、あと2週間ぐらいだね。やだー、じゃなくいつもニコニコエナだよ、来てくれてありがとうございます。MST48 さん、たくさんいいハートありがとうございます。ありがとうございます。かわいいとありがとうございます。最近は配信多いね。そうだけど、昨日からだけど昨日からだけど、そうアバターにゲットしたいです。ひなちゃん似顔絵大会やってるよ。本当？さっきちょこっと見たけど。君でか。見てたな、そう見てたよ。見てた。人形がいない。よいしょ、 OK。
よいしょ。カズさん、クロミちゃん、たくさんありがとうございます。ありがクロミ、ありがとうございます。鬼乳にリップつかないようにした。よいしょ。もうサティさん、シナモンたくさんありがとうございます。すごいたくさん、シナモン。シナモン、クロミちゃん、ポンポンプリンちゃん、千万両、ありがとうございます。チャチャさん、ゆいちゃんに会いたいさん、クロミちゃん、ありがとうございます。イェイ。ナミーさん、クロミちゃん、たくさんありがとうございます。メイシティ・ポテトさん、シナモンたく、あ、シナモンじゃない。プリンたくさんありがとうございます。ありがとうございます。いや、リップしか塗ってないの、今日。なんも。なんも。夕飯まで食べてないです。グロスつけたらね、めっちゃテカテカになるの。どこだ？あった。もう、これめっちゃつけたらね、テカテカになった。この T シャツね、そう、つぶいちゃんもね、これの緑バージョン持ってるの。つぶいちゃんサイズがなかったから、そう、ピンクにした。テカテカいいね、そう、テカテカ。食べ子動物、食べ子動物。ロックね、シンプル。けどね、見えるかわかんないけどね。ここに画像はイメージですって書いてある。めっちゃ小さい。画像はイメージですって。うん。シンプルドッグ、シンプルドッグ。食べっ子動物のユイナですか？食べっ子動物にユイナいる？
まだ晩ご飯食べてないです、うん、兄ちゃんに会えて嬉しかったようで、ちっちゃさんたくさんパワーありがとうございました。さあ、兄ちゃんに会いたい。うん。明日はしゃべり会見学行かないの。そう、明日はしゃべり会行けないの。見学も行かない。行けない。多分。たけのこの山とたけのこの里、どっちが好きですか？たけのこの里の、なんだっけ、下のクッキーみたいなやつが美味しい。そう。ごまんいいな、ごまんいいな、ありがとうございます。たくさんたくさんシナモン降ってきた、ありがとうございます、うん、今月誕生日が来ました。ウンディーボーイさんおめでとうございます。そう、楽屋が経験すごかった10月は楽しみな学校行事とかある。え？ 10 月ね。ない、ない。え？何があるかな、10月。学校行事はないかも。え？昨日ハロウィン。学校行事ではないけど、ハロウィンだね。10月31日。ケーキ食べた？ケーキね、わかんないけど、今日、弟のお誕生日、会をするよ。弟がね、昨日お誕生日で、9歳。9歳になりました。10月はね、幕張があるよ。16日。ひーくん、そう、ひろとって名前。くんって名前。マリアちゃんがゆいちゃんと仲良くなりたいって言ってた。え？やったー。やったー。どこで言ってたんだろう。ゆいちゃんも仲良くなりたいですって。誰か言っててください。違う。おいらもひーくんである。あ、多分ひーくん。行ってきますって言ってらっしゃい。
だね、おしゃべり会だ。うん、そう、1歳差になったの。今ゆうちゃんは1月28日に誕生日やから、また2歳差に戻るよ。昨日ねねさん来てたの、正気のねねさん。そう、誰かが多分言ってた。ケンチャダピンさん、キロキロキロピたくさんありがとうございます。待って、キロキロキロピ、ちょっと待ってキロピ、ちょっと待ってね。よいしょ。よし。ケンちゃんダピンさん、キロキロキロッピたくさんありがとうございます。やばい、ちょっと待って、よいしょ。もちなんかピカピカしてる。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃちゃさんも、たくさんケロケロケロッピありがとうございます。ありがケロ、ありがとうございます。もうサンリオアバターね、お兄ちゃんはクロミちゃんが好きなので、クロミちゃん、そう、ともかずさん、シナモン、ポンポンプリン、クロミちゃんありがとうございます。目が大きすぎてゴミが入るけど、ちゃんが大好きです。そう、りさきちゃんがね、今日、そう、りさきちゃんに今日ね、水組のね、思わずをあげたら、ツイッターにね、見せてくれたの。そう、うさぎ、うさぎのスタンプがついてる。メイスティファティートさんもたくさんキロキロキロピありがとうございます。ありがとうございます。兄ちゃんのおかげでサンリオのキャラクター覚えた。本当だ。水組ね、あのブロー味はもう探したけどね、なかったの。だからそう、ブドウをね買った。うん、ぶどう、あれめっちゃ美味しかった。昨日ね、ゆうちゃんぶどうも食べたかった。その色は白、普通の水組と同じ色だったけど味は違かった。いいなだよ、いいなだよ、聞けてありがとうございます。みんなの規制自撮りアプリ何使ってるんだろう。みんなはね、ほぼね、あの、昨日ひなちゃんとかは、ひなちゃんとかはスノーとか使ってて、で、ひーちゃんはビューティープラス、なんかカメラのアイコンのやつ、ビューティープラス英語で書いてあるの。
多分ビューティープラスだと思う。それをね、多分大体みんな使って、その、なんだっけ、うさぎのやつを、スタンプ使ってる。カレンレンとかね、よく、あとね、リサキちゃんも使ってる。うん。とエイちゃんも使ったことある。どんなかな、たくさん質問もありがとうございます。ビューティープラス、そうけどね、みんなスノーとか使ってる人もいるよ。ん、これかな、わかんない。そう、たぶんイブキックさんが書いてるやつだと思う。合ってたわ、さっき。スノートか。そう。スノーもね、たくさんある。機能？スタンプがたくさんある。ちゃちゃさん、ケロケロケロッピたくさんありがとうございます。ありがとうございます。メッティ・ファティードさん、ハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ビューティープラス、待って、ずっとこれやってた。宮徳さんたくさん、すごい、ケロピたくさん、ケロピたくさんありがとうございます。ありがとうございます。お、お、危な、危ない、危ない、危ない。ケロッピからのハルピハルピからのケロッピじゃない？あ、あ、さよだ。はんちゃんともカレンダー写真、いや、大人っぽかった。そう、メイクしてもらったからね。そう、大人っぽくなった。黒のね、黒。そう、ぜひみんな予約してくださいね。そこ、自分の部屋、ここね、三段ベッドの上で配信してるの。ちょっと待って、目をずっと開いてるから目が乾いちゃう。
三男、そう、三男。一番下が弟、真ん中がゆいちゃん。で、一番上が、お姉ちゃんっていうやつなんだけど、今は一番上でね。そう。今一番上で弟と二人で寝てる。で、お姉ちゃんはね、なんか、いつからかわかんないけど、なんか、お部屋で寝てる、いつも。三人の部屋で寝てるよ。確か先輩メンバーでベッドの、あ、そう、ミネンさん、荒牧さんがね、たぶん、そこかわかんないけど、ベッドの下だと思う。ベッドの下で配信してたと思う。ちょっとだけ見てた。そう、狭くないよ、狭くない。そう、くらみちゃん好きです。先輩メンバーでベッドの上？上いる？上？下なら見たく、ベッドの下なら知ってるけど、ベッドの上でしてる人はあんまり見たことない。誰だろう。ひなちゃんの配信終わった。左目が眠そう。なんか乾いてるの。乾いてくる。ずっと目開けてたら。ベッドから落ちたこと、落ちそう、落ちそうになった、そう、何回もあるけど、落ちたことはない。落ちたらね、結構前に落ちたんよ。ベッドから。お、ドテンって、そんなベッドの上から落ちた。落ちないように気をつけないと。ピューロランド行きたいな。ピューロランドだっけ、ハーモニーランド、多分ハーモニーランドだよね。弟がヒーくん、ヒーロとヒーくんって言うんだけど、弟がヒーくんがね、ジェットコースターに初めてか分かんないけど、そう、めっちゃジェットコースター嫌いなの。そうで、ジェットコースターに乗って結構なんかちょっと高かった。そう、多分ジェットコースター誰でも高いけど、高くてめっちゃ速くて、そう、なんか、待ってる時もめっちゃね怖くて、そう、怖かったって。
で、そう、終わった後に泣いてた。そう。兄ちゃんはね、お父さんと隣で、そう、弟たちより前に座ってて、後ろに弟とお母さんが二人で乗ってた。兄ちゃんが初めてデートコースター乗ったのはいつだろう。わかんないけど、貸し会か、貸し会のデートコースターかも。ロビオランド、ハーニーランド行きたいな。でね、ディズニーランドのね、スペースマウンテンだっけ、それにも乗ってる、なんか中でやるやつ。そう、お母さんと一緒に乗った。本当にゆうちゃん、ジェットコースターはそう、乗りたくないって言ってたけど、結局乗ったよ。そう、乗った。弟がめっちゃ泣いてた、ジェットコースターで。大きな兄ちゃんは楽しかったよ、もう慣れた。落ちる系のね、乗り物、他に何がないけど、そんなに泣かないかも。めっちゃ心臓がバクンってなるだけで、そう、なるだけで、そんな泣きはしないかも。そう。で、なんだっけ、太宰府遊園地だ。太宰府遊園地も、もう初めて乗った。ジェットコースター。もう、りさきちゃんと一緒に乗ったの。あとね、貸し会の、なんか、待って。椅子に座ってね、なんか、回る？めっちゃぐるーんって回るの。そう、ぐるーんって回るやつも乗ったことあるよ。コーヒーカップできない。いや、なんかどんどん回りながら浮いていくの。どんどん高くなっていくの。そう。班長さんたくさん。クロミちゃん、アバターありがとうございます。アバターじゃない。クロミちゃんありがとうございます。ありがとうございます。わかるかな？メリーゴーランド、そう、メリー、あのね、なんだっけ、どこだっけ、ハウステンボスのね、VR で乗れるやつがあるの。で、前はゆうちゃんなんか年齢制限かなんで、見れなかったけど、そう、最近かわかんないけど、この間行って、年齢制限あるのかな、わかんないけど、結構前に行ったやつは、見れなくて、ただ普通に乗っただけで。そう。で、この間行った時は、見れるけど、なぜか見なくて、まだ見れてない。VR のメリーゴーランド。そう。身長制限なの？いや、身長制限ではないと思う。弟もね、メリーゴーランド乗れてたから。
ユニバー行ったことは1回だけ行ったことあります。身長制限ではなくないけど、なんか VR は 見なかった。見れなかったのかな、自分から見ないって言ったのか分かんない。クロミちゃんすごい、2万、あ、待って、見えなかった。シナモロール4,700ポイント、ありがとうございます。ポンポンベリー3,500ポイント、ありがとうございます。やった。寝てたのか、寝てた。いいけどね、前は普通にメリーゴーランドだけ乗った。 VR は見ないで普通に楽しんでた。2,752ポイント、ありがとうございます。ありがとうございます。あともう少しで3万か。ありがとうございます。ひなちゃんはタワーオブテラー乗ったことめっちゃ好き。タワーオブテラー、そう、楽しい。ドーンって降りていく。ひなちゃんね、なんだっけ、 YouTube でよくね、ユニバとかディズニーランドの怖い系ジェットコースターとかの乗り物の VR のやつを見てんの。360度みたいなやつ見て、周り見ながら下見ながらドーンって落ちていく瞬間見てる。それか誰かが撮ってるやつをそう見てる。そう、めっちゃ楽しいの。うん、いや今日ね、詳しく言っちゃったらネタバレになるからさ。ひなちゃんバンジー平気かな、わかんないの、やったことないバンジーは。タワーオブテラーは楽しかった、めっちゃ。今日も可愛いたい、ありがとうございます。ありがとうございます。まやさん、ありがとうございます。プラスマウンテンなくなっちゃう、マジで、本当に、そうなの。絶叫系になるときは怖くなくても泣くふりせんといかん。泣くのはできるよ。そう、泣けるいけるね。多分絶叫系乗るやつで怖くないときはないと思う。じいちゃんはない。フラッシュマウンテンでなんか室内のジェットコースターじゃなかったっけ。あとなんかディズニーのやつ、乗り物なんかあったっけな。あ、そう、なくならないどっちだ。フラッシュってあれか、フラッシュってスチャーフェースマウンテンがリニューアルされる。おぉ、ディズニー周辺ずっと工事してる。ほんと？ユニバのね、ハリーポッター。ユニバだっけ？あ、ユニバだ。ユニバのハリーポッターだったよ。めっちゃ、そう、怖かった。怖くて、ちょっと、こう、なんか、こうやってなってるんだけど、ここずっと見ながら、こうしてた。ここにお母さんが乗ってて、こっちに車内、女性の人たちが乗ってた。こうやって写真撮るとき、そう、目閉じてた。うん、ハリーポッターめっちゃ怖かった。足が本当に多分本当に飛んでるみたいで、ふわーってなった。楽しかった、めっちゃ。まやちゃんがいいなって、まやちゃんありがとうございます。ユニバはハリウッドドリームザライド見たことあるよ、兄ちゃん。YouTube でね、見た。360度カメラでずっと見てて、怖かった。写真が撮れ、ちゃんと撮れてない。そう。多分目閉じてた。めっちゃ怖かった。
楽しかったよ。あとなんだっけ、あれが俺かな、なんだっけ、ディズニーどっちだろう、どっちかの水に、そう、水からブチャーンと落ちるやつ、それがスペースマンかな、名前忘れた、いつそう、あとね、ユニバのミニオンも乗った。ミニオンの、なんだっけ。あ、それがスプレッ、あ、間違えちゃった。スプラッシュマウンテン、あれかと思った。室内で、なんか、それがスペースマウンテンかな。あ、スプラッシュマウンテンね。そう、怖かった。うん、あれね。水か、そんなにかかんなかった。そう、いつもね、お母さんとね、行くときめっちゃ、隣でめっちゃうるさいの。キャーって言って、じいちゃんもうるさいけどね。そう、めっちゃ、お母さんの方がめっちゃ怖がってて、そう、面白かった。あとね、あとなんだっけ、ユニバのなんだっけ恐竜のやつなんだっけ、ジュラシックパワー、多分それかもな、そう、恐竜のやつ、なんか最初平和な感じだったけど、そう、平和な感じだったけど、その後からめっちゃ怖かった。なんか警報の音みたいなのが鳴ってて、最初平和なんだけど、そう、なんか途中からちょっと平和じゃなくなった。今日はね、8時までです。あと20分。いや、あと10分くらい。そう、最後、そう、最後、ストーンって落ちる。そしてね、なんだっけ。恐竜、あ、ここに恐竜いたよ。恐竜いた。そう、恐竜とね、恐竜が、服をね、なんか、取り合ってたよ。そう、口に食べながら、ギューって引っ張ってた。取り合いしてた。そう、これね、手食べられるの、手入るの。慎太郎さん、クロミちゃん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。ぬいぐるみ、そう、ぬいぐるみめっちゃいるの。そう、ここにディズニーがね、多分ディズニーのなんかたくさんいるわ。あとね、なんだっけ、あとどれかな、あとプーさんのやつも乗った。プーさんだ。プーさんのディズニーのやつとか乗った。トリケラトプス、そう、トリケラトプス、あの、なんだっけ、ユニバのね、恐竜のやつ、ハニーハント、そう、ハニーハント、恐竜のやつね。そう、なんか上からドーンって落ちてきそうなやつあるよね。なんか上に四角いなんかブロックみたいなやつがあって、そこがなんかそこの下通るから、なんか落ちてきそうでめっちゃ怖かった。ふーさん、このホラー映画見たよ。それ公式じゃないよね。めっちゃ面白いあれ。うん、それね、映画とか見たことないけど、なんかチラシみたいなやつ、チラシかな、
なんか画像は見たことあるよ。めっちゃ面白い。ピグレットがすごいことになってた。うん。面白いピグ。うん。けど多分見たら怖そうだけど、なんか最初思ったのは面白そうだった。いつも恐竜に食べられるやつやってほしい。何恐竜に食べられるやつ。リップね、もうテカテカになるやつ塗ってた。あ、めっちゃここがテカテカになってる。で、今日はね、リップしかやってない。映画『貞子デラックス』10月28日公開。あとね、なんだっけ、なんかで見たの、なんかで、ホラー映画が苦手な方のためのなんだっけ、なんか映画の CM みたいなやつである、あるやつを、そう、見てた。怖くない？なんだっけ、ホラー映画が苦手のための動画みたいなやつ見てた。貞子の公式の人が上げてた動画を見たよ。笑えるやつ、笑えるやつではない。なんか声が入ってた。そう。なんでテレビから出てくるって話題の貞子さんみたいな、どこの人がね、こうやってた。富吉先輩が恐竜によく食べられる。え？そうなの？キラビからの模様替えです、模様替え。じゃあ、クロミちゃんが好きだからクロミちゃんに模様替えです。映画館ね、なんか、はい、なんか音がでかいから、急になんか始まる前のなんかここになんか防犯カメラ、カメラのマークのやつ、なんだっけ、警察から追っかけられるやつが流れるときビクってしちゃう。で、映画館ね、イオンとかのやつは広いから、ちょっと始まる前とか暗いから怖いよ。なんかまだまだ半袖なのけど、ちょっと結構寒いね。夜とか外寒い。貞子は一人で見れないわ。映画泥棒、そう、映画泥棒だ。暗いのも怖いんか。そう、暗いとね、壁にこうやってシューってしながら歩いちゃう。貞子にテレビから出てこれるなら出てきてみろって言いたい。どうする？本当に出てきたらめっちゃ怖いよ。わかんないけど絶対怖い。この映画は怖いよ。あとね、映画ならね、ホームアローンがめっちゃ大好き。ほんと何回見ても面白い。金曜ロードショーでね、前に見たよ。冬かな、冬の時、冬のやつを見たの。雪が降ってるやつ、めっちゃ面白い。ホームアローン、家族に置いてかれたやつ、
兄ちゃんも置いてくれたらなんかどうしようとか思っちゃう。昨日のアダムスファミリー、それで見た、そう、見てなかった、それだからお母さんがこれ面白いから今度見ようって言ってた。見たことないよ。カレンダー予約したよってありがとうございます。お、すごい、なんか下の星のところがね、すごいことになって、クロミちゃんのね、ここの部分だけしか、ちょっと待って、できない、ここの部分しか見えてない。アダムスファミリーホラーコメディ、え、そうなの面白いとか言ってないけどホラーなの、マジか。今度予告動画みたいなの見よう、検索するわ。ホラーなの、え、っきり面白いやつかと思ったの、マジで。うん、イーナズファミリー、イーナズファミリー、ダッフィーのねやつあるよ。ダッフィーちょうどいた、ほら見て、王子、あ、イエーイ、アナムスファミリーはホラーでもあるしファミリーの、ほんとホラーな部分もあったり面白いところもあるっていうやつか。手に肉球がない、あ、けどこれ犬だから猫じゃない、じゃない、クマ、クマだ、クマだから肉球ない。猫のぬいぐるみね、セーラームーンのね、猫のやつがね下にある。クマだよ、そう、クマ、クマ、ちょっと待って、下にあるから取れないわ。肉球があるね、セーラームーンのねそう、肉球がついてる猫がある、白もいるし、名前忘れたけど白もいるし黒もいるよいしょ、ポンポンプリン3500ポイントありがとうございます、ありがとうございます。お、あと5分だ。ありがとうございます。すごい、クロミちゃん3万ポイントありがとうございます。やば。でもマッツさんが言わないと気づかなかった。それでは男女読み合わせて終わりたいと思います。13位、ともかずさんありがとうございます。12位、MST48 さんありがとうございます。11位、戦国秀久さんありがとうございます。10位、サティさんありがとうございます。9位、稲見さんありがとうございます。8位、チャチャさんありがとうございます。7位、夏見吉高弘さん、ありがとうございます。6位、迫るしかさん、ありがとうございます。5位、みやとくさん、ありがとうございます。4位、かずさん、ありがとうございます。そして、第3位は、ぐる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 っとかーん。班長さんです。ありがとうございます。イェイ。そして、第2位は、ぐる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 っとかーん。しんたろうさんです。ありがとうございます。イェイ。そして第1位は、ぐる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 っとかーん。わさびさんです。ありがとうございます。イェイ。それではね、自己紹介をして終わりたいと思います。はい。困り顔で、ね、垂れ目がチャンプイント。いつもニコニコ。よいなー。よいなー。ゆなだよ。
月1最年少小学校5年生10歳の石松里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やった、ゆいな、たくさんありがとうございます。皆さんたくさん来てくれてありがとうございました。楽しかったり、多分明日はするかわかんないけど、できたらします。皆さんたくさん来てくれてありがとうございました。今度配信した時来てくださいね。バイバイとバイバイ、おやすみとおやすみなさい。来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。グッナイグッナイ。あと2分だ。それでは早速カウントして終わっていきたいと思います。2303人の方来てくれてありがとうございました。楽しかったです。5、4、3、2、1、だね、バイバーイ。くらみちゃん、3万ポイントありがとうございました。バイバイ。グッナイ。バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。待って、まだあと 2分あった。バイバイ、ありがとうございました。